はい、皆さんこんにちは、ワンダレグルビシです。では今回は提督の決断3の続きをプレイしていきたいと思います。前回オーストラリア攻略戦ということで、無事完了したわけなんですが、一方で、欧州方面ではイタリアが脱落ということになっていました。今回は、そういう状況を鑑みて、イギリス軍のアジアインド方面での本拠地になっているスリランカ、このコロンボ基地とインドのマドラス基地で余裕があればカルカッタ、この3基地を攻撃目標に、第1主力艦隊、さらに第5航空艦隊を投入していきたいと思っています。では早速進めていきましょう。シンガポールに一度寄港させていきますか。いや、第1艦隊はシンガポールではなくペナン基地にしましょう。で、逆に第5艦隊ですね、第5艦隊は一度シンガポールに入れちゃいます。で、シンガポールで補給を受けて攻撃に向かわせましょう。で、あとですね、艦隊で言うと、第2航空艦隊が新しく編成されていますので、これですね、第2航空艦隊。これをハワイ基地へと向かわせていきましょう。これでね、ハワイの防衛を盤石なものにしていくということになります。では、時間を進めていきます。まずはイギリス軍をね、もうこのアジア、インド方面から完全に駆逐、撤退させるというのをね、やっていきましょう。では第一艦隊が早くもペナンに入りましたので、ペナンの方で補給活動を行います。補充だね、補給同じかな。2戦ずつ補充していきましょう。で、あとちょっと心配なところで言うと、このペナンってそんなにやっぱり、見てもらってる通りで、十分な備蓄の石油がないので、まあ物資はね、それなりにありますが、やっぱり第5航空艦隊はシンガポールで、補給をさせましょう。では時間を進めます。ハワイの方にはね、敵の艦隊、まあアメリカ軍の艦隊が、ちょいちょいお目見えすると思うので、その様子もね、随時、気をつけていく必要があるかなと思ってます。で、シンガポールの方に艦隊が入りましたね。では、シンガポールで、予定通り、ここは、補充、補給をやっていきましょう。まずは輸送船ですね。ここに、たっぷり、燃料、補充してあげましょう。まあ、基地を作ったりするわけではないので、物資はね、正直あんまりいらないんですけど、本当に占領作戦とかになってくると、物資をある程度用意して、その物資を使って、基地をね、作っていくっていう行為も必要になってくるかなと思うんですが、もうここはね、敵基地を占領するっていうよりかは破壊して終わりっていうイメージに近いので、このまま行きましょう。で、第5航空艦隊の方ですね、加賀に艦載機入ってるね。艦載機が入っていないところがあれば、ちょっとそこは補充をしていってあげましょう。で、他にあるかな？赤城は入ってるよね。赤城は入ってるし、飛竜、総竜は入ってます。で、せっかくなんで、第一力艦隊のね、艦隊構成も見ておきましょうか。まず第一艦隊の方なんですが、第一戦隊、山本五十六大将直卒の第一戦隊は、大和、武蔵、長門。で、第二戦隊の方には、昇格、随格が入っています。航空機はそれぞれ搭載済み。で、第3戦隊の方には、飛翔。さらに、巡洋。で、春日丸という巡洋ですね。この第1艦隊、
そして南雲さんのね、大航空艦隊、南雲さんと山本、山口多聞さん、両方とも、大将に昇進してますからね。では、第5航空艦隊が先にシンガポールから出港出撃してますので、で、歩調を合わせて第1艦隊の方も、敵、イギリス軍のスリランカ、コロンボ基地に出撃をかけていきます。このコロンボ、取れればね、イギリス軍は、もう、アジア、インド方面で、作戦行動を取れるような戦力がない状態にできると思うので、ハワイの方に敵の航空機が迫ってますね。まずは、ここは敵の場所をね、先に見つけたいですね。お、発見したな。まずは、味方の航空機。ハワイの守備隊309機。で、アメリカ軍の空母1、戦艦1。これを迎え撃ちましょう。敵は2つの船体ですかね。まずは敵の直舷を潰したいところですが、直舷をかわして空母に直接攻撃できてるね、今。敵は正規空母ミッドウェイですね。一撃で撃沈してる。これはでかいだ。しかも古村さんが敵空母撃沈の成果で中将に昇進。いいね。これは敵の第二戦隊かな。味方の損害少なく敵の空母ミッドウェイ撃沈できれば、しかも正規空母でしたね。ミッドウェイって史実だとどうなんでしょう。SX 級のアメリカ軍がね、大戦末期、中期末期に大量建造してきた SX 級の空母と同じなのかな。いずれにしてもね、アメリカ軍の SX 級って100機前後の空母、艦載機を搭載できる。それでいて量産してくるっていうね、恐ろしい攻撃力を誇るアメリカらしいものだったんですけど、あっさりミッドウェア撃沈できたので、ハワイの防衛が少し楽になるかなと思います。敵の直舷の数がどれくらいあるかですけど、先にね、艦隊を潰してしまいましょうというのがうまくはまってますね。ここも敵の直舷を外して、敵艦隊に直接攻撃ができている。直舷がね、真上にいると、もう敵の艦隊に直接攻撃できないんですけど、なんか知らないけど、こういうふうに直舷が外れてくれてると、敵の艦隊に直接攻撃できるので、本当に、直接敵の艦艇を沈められますね。で、敵の艦隊沈めたら残りの直舷も潰しておきましょう。もうこの直舷潰す意味はあまりないと思うんですけどね。敵の第一艦隊は空母、戦艦、巡洋艦、駆逐艦、輸送船、揚陸隊直舷すべて潰しました。この成果は大きいね。では、コロンボ基地の方を見ていきましょう。
第五航空艦隊がコロンボ基地への攻撃範囲内に入りましたけども、おそらく冷戦とかね、航続距離の長いものだけが入ったという状態で、艦爆とかが射程圏内に入ってないと思うので、まあ第一艦隊も同じですね。ここはコロンボ基地にしずしずと近寄っていきます。夜のうちにじわりじわりと入っていきましょう。で、第五航空艦隊がどう？ダメだね。近づく必要がありますね。もう一歩。で、第一力艦隊の方は空撃稼働。これもまだですね。もう一マス。もう一マス進みましょう。艦爆とかはどうしても足が短いのでしょうがないですね。ただ、先制攻撃する必要があるので、ここで先制攻撃。敵の飛行場は潰せてないね。要塞は完全に潰したけど、敵の飛行場は健在。2機関も多い。では、第五航空艦隊からも前期出撃です。敵の飛行場を潰し終えましたね。未帰還が26。ちょっと未帰還がそれぞれ多いかなという感じはしますが、これで決着をつける。敵のね、航空基地を潰したことによって敵の直縁がいなくなったんで、味方の損害がだいぶ減りますよね。では、敵の守備隊をこれで壊滅させていきましょう。コロンボ基地に突入していきます。航空機の支援を受けた状態で入りましたね。はい、コロンボ基地の攻略が完了。おっと、さらにここでドイツ艦隊が通軸国側として到着と出てきましたね。どこに出てきたの？まあ、とりあえず第一艦隊はコロンボ基地に入ってここで補給を受けましょう。コロンボ基地で補給を受ける。現れたって言ってもね、勝手にどこか攻撃してくれるのかな、ドイツ軍。であればね、気にする必要ないので、全然いいんですが、コロンボ基地へと入港していきます。で、第五航空艦隊も同じですね。コロンボ基地へと寄港していきます。で、このコロンボ基地攻略した後なんですけども、インドのマドラス、カルカッタ、両基地を攻略しましょう。で、その後、クレイに戻って、そこで、まあ、航空隊の補充とかを行っていきたいなと思います。では、コロンボに、両艦隊入りましょう。ここにドイツ艦隊いるんだね。ちょっとドイツ艦隊も確認しましょうか。どんな、形になってるのか、とても気になるので。その前に、まずはね、補充をしっかりやっていきましょう。補充をしたら、次は、マドラス基地に攻略を仕掛けていきます。本当にね、この、提督の決断3、個人的にはですけど、方よりも好きですね。
ただし、操作の悪さ、操作性が悪いというのはすごくあるんで、やっぱりね、これもう本当に不可能なんだろうな、やらないんだろうなというのはよくわかるんですけど、新作欲しいですね。本当に新作欲しい。では第5航空艦隊も同じようにマドラス基地への攻撃をかけていきましょう。あ、ちなみに艦隊任務は第1艦隊第5艦隊同じです。航行中に敵艦隊を発見したら攻撃します。まあおそらくもういないでしょう。航行中に通商破壊は行わず敵基地攻撃に専念。基地に対しては揚陸戦も行うし空撃と砲撃も行います。司令部砲台の攻撃はしますが飛行場湾航施設への攻撃はします。うん、司令部砲台飛行場湾航施設への攻撃はしますが市街地敵物資への攻撃はしませんという内容ですね。マドラス基地に向けて出撃です。で、あとは、ドイツの第一艦隊。これから見ていきますか。誰か、提督いるの？あ、レーダー、元帥。いいね。第二戦隊は？じゃあ、二人しかいないんだね。レーリック。で、ビスマルク型の戦艦。いいね。38。手法は38ですね。で、あとは、シャルンホルスト型の戦艦が1、2というところですね。ドイチャラント型の戦艦がさらに入っていると。で、正規空母も入ってますね。艦載機40。艦載機40の中身は BF109、あとはスクーカー。これが入ってますね。第2艦隊の方もちょっと見ましょう。第2艦隊は、潜水艦隊だな。U ボートだけですね。じゃあ、第2艦隊はこのまま。ドイツ軍の第2艦隊はこのまま。一方、第1艦隊の方は、アメリカ軍の攻撃に向かってもらえますか？では、ハワイへ向けます。さあ、これでいいでしょう。では、マドラス基地攻略始めていきます。マドラス基地の方がコロンボよりかは小さいと。基地の規模としては小さいというのはあるんですが、特に注意しなきゃいけないのが、やっぱり敵基地のね、航空隊なんですよね。なので、敵に発見される前の空母の機動力を生かした先制攻撃。これあるの。では、まず第一艦隊から航空機。前期発進していきましょう。飛行場を全部潰した。これでもう味方の艦載機、これにダメージが出ることがないので、安心してマドラス基地攻略ができますね。敵基地に対して第5航空艦隊からも前期発進していきます。守備隊がこれで壊滅したね。そしたら艦隊ごと陸戦隊ごと突入していきましょう。これでマドラス基地の攻略が完了です。では、マドラス基地の次はですね、このままカルカッタ基地攻略に向かいましょう。で、カルカッタ攻略の後はですね、先ほどお話した通り一度クレイに戻って、そこで、しっかりと航空機の補充を行っていきます。では、第5航空艦隊、こちらもカルカッタ基地攻略に向かいます。クレでね、航空機を補充をしっかりできればもうそこでハワイに向かってアメリカ軍との艦隊決戦に備えられるという状態になるので、そのためにちょっとやっぱり今いくつかね基地占領したので航空機のラインを見直していきましょうか。
どうしてもね、航空機の数がこの先不足するんじゃないかなという感じがするので、ここはラインの見直しをしていきます。兵器から航空機を選んで、艦爆でね、欲しいのは艦爆が欲しいので、救急の艦爆を選び、生産のライン数。ちょっとこれが今いじれないね。攻撃を一旦中止しないとダメだな。で、ここで選びますね。102。9ライン増やせるので、9ライン増やしましょう。艦爆。ここですね。これを9個、ラインを増やしていきます。これで OK だ。ではまた時間を進めましょう。カルカッタ基地へと第1艦隊、第5航空艦隊が接近していってますね。まだね、艦爆が飛べる距離ではないので、このまましずしずと近寄っていきましょう。まあ、夜のうちに近づくイメージですかね。で、朝になったので空撃を実行する。敵飛行場を完全破壊。未帰還が21。敵の守備隊があと残り70という数になってますね。ここは第一航空艦隊から、第一旅艦隊も空撃をかけていって、基地を無力化しましょう。守備隊を潰しました。あとは艦隊を突入させていきます。もうこのパターンですね。まあ、正規空母をこんだけ運用できてれば、まあ割と簡単に攻略は進んでいくのかなっていう感じ。これもこれもやっぱり最初のミッドウェーですよね。ミッドウェーでアメリカ軍の空母を全滅させて、味方の空母が無傷だったっていうのが、ここまで作戦がすんなりっている、まあ一番のね、理由というか、状況を作り出している要因になってるのかなと思うので、本当にミッドウェー攻略がうまくいってよかったなというふうに思ってます。では、カルカッタ基地攻略終わりましたので、今回はね、ちょっと短いですが、ここまでにさせていただいて、次回は、呉基地にね、第1艦隊、第5航空艦隊を一度開港させて、そこで補充、飛行機、搭乗員、すべて補充して、ドイツ軍の第1艦隊と合わせてハワイへと向かっていきたいというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをまたプレイしていきたいというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。